わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今日はですね、アップデート登場するスキンをまとめた動画になります。まあバランス調整の動画と一緒に出そうとしたんですけども、ちょっと長くなりそうだったんで分けて動画出すことにしました。なのでこの動画は、スキンの動画だけです。そしてテロップとかないのでね、僕の話聞くなり、画面を見るなりして、よかったら見ていってください。ということでやっていきましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではいきますよ、レッツゴー。さあ始めました、サンタストゥスキンからです。149エメラルド、限定カスタマイズアイテムがもらえるという感じなんですけども、ちょっと限定カスタマイズアイテムはね、映せなかったんで、左の今の購入画面に映ってるやつで、勘弁してください。さあエフェクトはこんな感じ。プレゼントをチクチクやっていく感じですね。まあなんか今までのストゥからしたら当てやすそうだし避けやすそうって感じだね。でウルトの、まあ、火みたいなのが通常スキンであると思うんですけども、それがね雪になってます。でガジェットは普通と。さあこんな感じで雪なんでね、ちょっとね避けづらいというか火に当たっちゃうんじゃないかって感じですね。さあそして次、ピンクラブコレット、こちらはブロスタパス、1月のブロスタパスを買ったらもらえるスキンですね。さあ、リゼロのラムやないかいって思ってる人いると思うんですけど、ラムです。はいさあハイパーチャージこんな感じで、通常攻撃なんかコーヒーみたいな感じだね。うん、まあハイパーチャージを使うと通常スキンのエフェクトになっちゃうっていうのは相変わらず治ってないと。でもウルトラだけなんかそのままだった気がするんですよ。さあこんな感じでした。さあ次、黄色ラブコレット、こちらがブロースタパスプラスを買うともらえるピンクの色違いのやつですね。エフェクトは特に変わらず見た目だけ。今後はブロスタパス買うと、ブロスタパスプラスを買うと、ブロスタパスの限定スキンの色違いが手に入るっていう、感じになるらしいですね。さあ、緑ラブコレットもあるという感じで。まあ、見た目が変わるだけで、エフェクトはそんなに変わらないという感じになってます。まあ、俺なんか緑が一番好きかな。だからブロスタパスプラスは買わないといけないっていう感じで。さあ次、トゥーンスパイク299エメラルドということで、分類がレジェンダリーですね。レジェンダリースキン。さあもらう時から、白のストロークがね出てるということでね。まあ、こちらはね、マリオメーカーなんだっけ、ペーパーマリオか、ペーパーマリオみたいな感じだよね、見た目が。さっきのカスタマイズアイテムもめちゃくちゃ豪華と。音もね結構いいんですよね。さあウルトこんな感じで、ちゃんと299エメラルドなんで撃破エフェクトもあるという感じになってます。これがカーブシュート。まあ避けやすそうだね、意外とね。でガジェットは、3D とガジェットも 2D に旋回。はい、まああれは抜け目ですね、運営の抜け目ということで。さあハイパーチャージのウルトは、通常のウルトと一緒になると。歩き方が超可愛いよね。手振ってない感じが。うん。いるよね、小学生でこういう走り方のやつ。いたな。ナルト走りみたいな。はい、次、パワーリーグ限定スキン、ラスボスリコ。これめちゃくちゃ好き。まあ、俺がリコ好きだからかもしんないんですけども。で、右下に、パワーリーグ2勝したらもらえるって書いてあったんですけども、それはね、嘘です。ちゃんと60勝だと思います。ウルトめっちゃかっこよくない？これ。俺、これね、超かっこいい。マジで好き。頭がちっちゃくてスリムやし。これマジでいいっすわ。リコ大好きだから俺。ずっとスキン来なかったから。めちゃくちゃ嬉しい。さあ、ということで、今までのブロスタパスまでのスキン。リコからさっきの最初のコレットのとこまでは、すべて1月のブロスタパスのシーズンで手に入ります。さあ次、こちら2月のスキンですね。8ビット。旧正月のやつ。こちらがちょっと色違いか。ウイルス8ビットの色違い。で、商品っていうか、プレイヤーアイコンとかも豪華。さあ、そしてこちらも再販が来るっぽいっすね。ウイルス8ビット良かったっすね、皆さん。まあ、これ欲しいっていう人結構いたんじゃないですか。さあ、これを買うと、ピンズゲット。で、今回からですね、撃破エフェクトが入ります。KO っていうね。で、こちらが色違いの方。でも、これ買うとね、カスタマイズアイテムもらえるから、すごい俺はお得だと思う。でも色的にはちょっと旧ウイルス8ビットの方が好きかなと思います。これですね、こちらも一応 KO って貼ります。でもなんかさっきのやつはずっとダメージギア発動されてるみたいな感じよね。さあ次、ファング白のブロスタパスの、ファングのスキンの色違い、緑が出ますと。これね、緑いいよね。俺緑結構かっこいいと思います。
これいいわ。でちなみにこちらも2月のスキンなんですけども、一応ね2月の1日スタート予定らしいです、このシリーズ系がね。はい、まあそこまで皆さんあんま考えてないか、そういうの。さあウルトはこんな感じ、まあ特に変わらないですね。まあファンクちょっと強すぎるよね、ハイパーチャージもあってちょっとやりすぎちゃいますかという感じでね、炎上するんじゃないかっていうぐらい強い。しかもハイパーチャージ使うとこの火力も上がるっていうのがやばすぎるよな。さあ次、ダークエンジェルコルト。こちらはですね、無料でもらえるんですけども、その期間が過ぎてしまってもらえなかった場合は、190エメラルドで、149エメラルドで獲得することになりますと。さあ、プレイヤーアイコンとピンズもついてて。見た目も良くてですね、弾の色も中二病感があってすごいね、いいですね。作成者はもうとにかく中二病なんじゃないかと、僕は思っております。さあ、ということで、羽みたいな感じだね、撃ってんのが。かっこいい。さあ、ハイパーチャージでウルト使うと、こちらも通常のね、エフェクトになるという感じです。まあちょっとここ残念ですよね。せっかくいいスキンなのにね。でも見た目結構良くてね、コルトって分かんないんじゃないかってぐらいいいよね。こういうの結構好きだよね、みんな。ウルトがとりあえずかっこいいっすね。羽もあって、ちょっと中国のブロスタ感もあるから、いいんじゃない結構いいと思う。はい、こちら今バトロイやってる状態ですね。さあ、ハイパーチャージ。ハイパーチャージとの相性いいかも、見た目の。かっこくね、このモワモワが。わかるかな？さあ、これフリーでもらえるんで、絶対皆さんもらってくださいね。じゃないと149エメラルドかかっちゃうんで。さあ次、CCTV ポコですね。ポコの素顔が出てるやつ。こちらはですね、1月の中旬に出るスキンですね。スターパークの起源ということで。まあおそらくニタとかレオンも素顔が見えてるスキンが今後出てくるんじゃないかなっていう感じですね。はい。エフェクトもこんな感じで、かなり、原点に戻ってる感じがして、めちゃくちゃいいと思います。綺麗。いいね。めちゃくちゃディッセンバー。じゃあまた。ディッセンバーじゃない。リメンバーミー。めちゃくちゃリメンバーミーですね。なんでディセンバーって言った俺。12月やん、それ。12月が何って感じよな。すいません、なんか。最近ボケてるんですよ、僕。ね。ボケ丸ってコメントでありました。そうです。僕はもうボケてるんです。まあ、年もね、年なんでね。まあ、ボケててもそう、しょうがないんじゃないかと。でも、あまりそうやって言ってるとね、若い人になれない。ということで、次、クォーターバックプリモ。さあ、こちらは2月の、まあ、頭に出るらしいですね。199エメラルド。これね、プリモのスキンの中で俺一番いいんじゃないかと思います。プリモ感なくて。はい。すごい、かっこいい。ほら、アイコンも結構いいから、プリも好きな人って結構いるじゃないですか。はい。だから、ナルさんとかこのスキン使ってそう、ずっと。知らんけど。このスキン出たら絶対動画出すんで、ナルさん。はい。僕は見てます。さあ、これ、ウルト使うと、なんか何？タッチダウンみたいな感じの文字が出てるね。タッチダウンですね。はい。これいいよね。ボール持ってんのに殴るときボールないからボールどこ行ったんって話ですけどね。ジャンプのときはもうタッチダウンしてるけど。さあ次、サンバエリザベス。こちらは2月の中旬ですね。149エメラルド。さあ、見た目はこんな感じ。ちょっと、あんま好きじゃない。はい。すいません。あんま好きじゃないです。さあ、しかしエフェクトはめちゃくちゃ凝っている。インコみたいな感じ。インコが、インコです。インコです。さあ、太鼓ですね。そして、ウルトは。ウルトは太鼓。通常攻撃は、インコです。ガジェットはインコじゃないけど、ウルトは太鼓。さあ、こちら、バトルロイヤル。ボケてますね。さすがに。今回結構ね、追加され、なんだろう、前の過去にあったマップとか帰ってくるんでね。それも楽しみっすよね。なんかこれの赤色か黄色かわかんないけど、それもなんか出るような噂があったんですけど、どうなんだろうね。さあ、こんな感じでした。次、ぬいぐるみジェシー。29エメラルドっていう格安。これめちゃくちゃ好き。かわいい。こちらは2月の中旬に出ます。バレンタインだからバレンタインだね。うん、もう完全にバレンタインの時期に出るやつだね、これね。いいね。まあこれは29エメラルドでめちゃくちゃ安いんで、ウルトだけ変わってますね。いいやん、ウルトだけ変わるでも。これで29は安いよ。シンプルに。解読っすね。
さあ、ハイパーチャージ使ったら、はい、ハイパーチャージ塗るとも一緒。これもいいですね。うん、これ結構人気でそう。見た目好きな人多そうっすね。まあ、エフェクトが変わんないっていうのはちょっと残念ですけど。まあ、ガジェットとかは特に何も変わらないっていう感じですね。さあ、こんな感じで、ボットで気持ちよくなってる様子です。やられていく。気持ちいいね。はい。まあ、途中どんどんボケてる。さあ次、W オーティス。こちらゼータディビジョンのスキンのオーティスですね。こちらが12月の中旬に出ます。だからそろそろだね。さあ、ゼータが優勝したんで、その時のスキン。ガスもあって、オーティスもあって、もうゼータ、もうバカ儲けじゃないですか。もうお金持ちすぎでしょ。どんだけ入ってくるのこれ。勝ったらすごいんじゃない？うん。ねえ。分けてよ。ねえ。プレゼント企画して。はい。まあ、ウルトは結構可愛い。本当にあの、スターって感じで。で通常攻撃も、なんか弾、ゼータのマークした弾だったね。ガジェットは特に変わらずと。こちらは、ぺったんこシール。さあ、こんな感じで下に置くやつですね。はい。これ踏んでんのに反応 しないっていうね。なぜかわかんないけど。まあまあまあ、見た目可愛いからありっすね。さあ、そして次、レッドフランケン。レッドキングフランケン。こちら、クラロワの、あれだね、タワーのおっさんっすね。こちらはですね、あの未定です。はい。いつ出るかはこちら未定です。299エメラルドなんで、撃破エフェクト持ちですね。皆さんこうやって覚えてね。299エメラルドは撃破エフェクト持ちという感じです。さあ、赤と青何が違うんかっていう話なんですけども、青はこんな感じ。いや、これめちゃくちゃかっこいい。さあ、撃破エフェクトは旗を立てる感じですね。まあまあかっこいいですね。めちゃくちゃもう後ろ姿すごいクラロワ。クラロワのアイコンそのものっすね。象徴しすぎてちょっとやばいっすね。赤もエフェクトは一緒でした。はい。まあだから正直青の方がいいかな。赤いらんかもしれん、これ。だってエフェクト赤じゃないんだったら、絶対ね、青の方が良くない？敵視点は多分赤の方がいいかな。え、わかんない。どうなんだろう。もう絶対これ、青の方が良くない？赤使ってると敵って感じしない？これ。敵やん、自分みたいな。敵やん、みたいなね。はい。はい。うん、青の方がクラロワ感あるな。ガジェットとか特に何も変わんないですね。でもこのスキン好きそうな人結構多そう。さあ、そして最後、シェリーのリモデルですね。こちらアップデートすぐ来ます。はい。ズボンとかになんか色々入ってる。で、特にエフェクトは変わんないですね。なんかちょっとわかんないんですけども、あの、紫、頭こんな明るかったっけっていう。ちょっとなんか、尖ってんね。うん。はい。ということで、以上でスキンの説明終わりました。はい。よかったら何が好みか、コメントで教えてください。ということで終わりましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。終わります。皆さん、それでは、バイ。